はい、皆さんこんにちは。今日は DAW と SNO AI、 これをうまく連携させて DTM の初心者の人でも簡単にオリジナルの音楽を作ろうという方法を皆さんにご紹介したいと思います。この方法は DAW のこととかがあまりわからない人、コード進行そういうのって勉強したこともないな、そんな人が簡単にかっこいい作品を作る究極の時短とでも言っていいような音楽制作のお話をしたいと思います。まずこれを聞いてください。今画面に映っているのは僕が主催しています音楽と DX、 AI と DTM の時短研究サークルということでやっている Facebook グループです。ここのメンバーでみーさんという方が昨日からスタジオワンを始めています。せっかくやりかけた DTM、 挫折する人が8割もいてると言われる DTM の勉強でですね、やってよかった、すぐに曲ができるようになったというふうにするために、どんなレッスンをしたらいいのかということをいろいろ考えてやった結果がこれです。ちょっと見てください。ハロウィンをテーマに音楽を作ろうというふうに考えたようです。そして今画面に出てますように、今日のレッスンはギターでしたということで、オリジナルソングの簡易作成。素のでガチャを回すというのではなくて、自分が DAW の習得度合いに応じたようなモチーフというものを作ってやるということです。モチーフといっても今メロディーを打ち込むこともできません。何せ昨日から始めただけですからですね、そううまくはいかないです。それでも自分のオリジナル性を出してできる方法というのを約2時間ぐらいレッスンをしてできた成果がこれです。聞いてみてください。はい、このギターはユージャムのアンバーというギターです。今ちょうどキャンペーンになっていたので早速買いました。そしてビートメーカーもキャンペーンで1200円で買えたのでそれを使っています。街のあなたは大化け虫、カボチャの顔が笑ってるよ、怪しい空に月が浮かぶ。この2つの音源しか彼女は持っていません。海に魔法がかかる、黒猫がじゃれる不思議な夜、魔女の方を日を見る夢、叫び声が響く街角、子供たちはお菓子の狩り。あれハロウィン、ハロウィン、お化けがいっぱい、あの世界ドキドキワクワク、笑い声が風に乗る。ゾンビのダンス。はい、どうですか。ユージャムのアコースティックギターアンバーの良さが出ていますよね。感想のところなんかもうまく自分が作ったものが反映されてできています。なぜこんなことができるのでしょうか。その AI は最近になって自分が作ったモチーフをアップロードして、その続きを作れるようになっています。この手法を最大限に活かして、このような作品を作るための手順というのを僕は考えました。そして今少しずつこの手法でレッスンをしています。この手法なら今言ったようにたった一日のレッスンで自分のやりたいことが結果として目の前に見えてきます。確かにいろいろ覚えないといけないこと。一番困るのはですね、DAW の中でこの部分を拡大してみたいなと思ってもですね、これがマウスがなかなか思うようにいかない。そしてショートカット、スタジオワンの場合 W と E で拡大縮小できるよって言ってもですね、そりゃ昨日からやっただけですからですね、ショートカットキーも覚えられない。
それでも楽しく、そしてまた明日も復習をやりたいなと思えるようにする、そういうレッスンができないかなというふうに考えたわけです。じゃあその部分のところを早速やっていきましょう。まずは僕が開発したコード進行とMIDI変換のナビゲーターということで GPT 図を使ってやっていきます。今画面にコード進行のお手伝いお願いしますカッコスタートというのと、すべてお任せでコード提案というのが2つありますね。左側のボタンが通常です。でもそれすら分かりにくいという人には、右側ですべて自動でコード進行を提案してくれるというのが右側のボタンです。まあ今日は説明ですので左側のボタンからやりましょう。これも今日新しくバージョンアップしました。曲のキースケールはどうしますかというふうに聞いてきます。一番オーソドックスな C メジャーの波長調、これでやってみましょう。はい、C メジャーと打ちました。そして送ります。曲のジャンルや希望はありますかということで、簡単なジャンルや希望を伝えます。まあ今回は J-POP とだけしておきましょう。曲の大まかな長さはどうしますかということで、16小節とか32小節とかいろいろできるんですけれども、まあ今回は16小節でやりましょう。次ですね、テンションコードの利用率、いわゆるおしゃれコードと今は初心者向けに言っておきます。それを使う、少し使う、対応するということですので、これ1番を押してみましょう。転調などの要望がありますか。上級者の人はいろいろ自分の思いというのがあると思います。例えばカノンコード風の部分を作ってくださいとかですね、上級者の方でしたらそういうようなことが言えると思いますが、ここでは超初心者向けに僕は今日話していますので、なしというふうにします。そうしますと、このように簡単にイントロ、A メロ、B メロ、サビというふうにこのように分けながらですね、とっても短いですけれども16小節というふうに言いましたから、確かに4小節ずつ16小節になっています。そして次やるためにセクションなしのバージョンということで、上のものをずらずらっと続けただけ、こちらも作りました。この部分が今日アップデートしたところです。ではこの部分をコピーします。次なんですけれども、テックスコード2というソフトがあります。これは無料です。1000円の有料バージョンもありますが、特に初心者の方は無料で使わせていただきましょう。概要欄に貼っておきます。そしてここに先ほどコピーしたものを貼り付けします。はい、このように貼り付きましたね。ここで聞いてみます。何も入ってないスペースがありますが、これは無視してくれると思います。これの再生はよくあるスペースキーではありません。コントロール P、 プレイの P だと覚えてください。コントロール P を押します。はい、こんなようなコード進行になりました。僕の GPT 図には少し工夫がありまして、先ほども言いましたようにテンションコード、セブンスコードというのが少しだけ入っていますよね。そして1小節の中で2つあるとき、F、G などのときですね。これは真ん中にスペースがあれば1小節を2つに割ってくれる、そんなような機能があるわけです。このようにできましたら、ここからが工夫なんです。今、トン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 、チャン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 、トン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 、チャン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 、というような感じのリズムがついていましたが、コード進行を持っていくときにはリズムはつけないで、全音符というのを選ぶと
やりやすいと思います。そうしまして、今度は DAW を出します。今日はたまたまスタジオ1の6を使っています。もう7というのにアップデートは僕はしてあるんですが、ちょっとですね、パソコンが重いと7は少し荷が重い感じがしています。今回は6でやりたいと思います。このテックスコード2の一番下にエキスポートミディというのがあります。これをドラッグ&ドロップしてスタジオ1のコードトラックに引っ張っていきます。はい。このようにするとコードトラックにこのコード進行が入ったわけです。もうこちらはいりません。このように16小節分できたわけです。ミーさんは2つの音源しか持っていません。もちろん純正音源はあるんですけれども、このコードを活かして作るというのには UJAM がとっても便利です。ちょっとやってみましょう。インストゥルメントの中から UJAM を探します。ここにアンバーというのがあります。2つあるんです。こちらもアンバーなんですけれども、2つあります。スタジオ1のユーザーさんじゃない人もいてるということも考えて、こちらの VST3 の方を使います。はい。なぜ VST3 の方を使ったかというと、VST2 の方は、スタジオ1の場合、ここに MIDI とか、そんなものを全く作らなくても、コードトラックだけで演奏するという特殊な機能があるんですね。UJAM とスタジオ1というのはタッグを組んで共同開発的なことをやっているんで、そんな風になっているんです。でも、スタジオ1以外の DAW ではそんなことはできませんので、どうするかというと、上のコードからトラックに引っ張って、このようにMIDI のコードを入れるわけです。ここで一つだけ工夫があります。アンバーは C3 以上の2オクターブ半のところでコードを弾くという約束があるんです。ですから C3 より上になってないといけないんですね。ちょっと確認をしてみましょう。MIDI をダブルクリックします。ここ C3 がここです。ですからC3 より上になっていますよね。これでバッチリなんです。もしこれがちょっと下の方に来てるとか、上に行き過ぎてるということであれば、オクターブを上げたり下げたりしてください。このように選択をしておいて、スタジオ1の場合、オクターブを上げるというのは、シフトを押しながら上矢印、これで1オクターブ上がります。シフトを押しながらもう一度戻します。はい。このように C3 から2オクターブ半上まで、そこしか和音が使えません。このようにしておくと演奏ができます。ちょっとやってみましょう。はい。こんなギターが入っているということです。そして、今、ターンタタンタタタッと言って跳ねていますので、ちょっと跳ねないリズムでやりたいと思います。ラッチを押して、いろいろ試してみましょう。はい、このリズムを使うことにします。ここにドラムを入れたいと思います。ドラムといっても、UJAM のドラムはビートメーカーというジャンルに特化したようないろんなシリーズがあります。では、ここでキャンディーというドラムを入れましょう。ここでまたどんな音が鳴るかテストをしてみます。はい。こんなイメージになりました。これをトラックに入れていきましょう。K
鍵盤の半分より上をドラッグドロップします。ここではフィルを入れたりということもできるんですが、今日はキャンディの使い方をお話しするんではないですので、もうあっさりしたこのドラムを入れていきます。複製するときはスタジオ1の場合 D で複製できますが、他の DAW はまたショートカットなどがあるので、それを覚えてください。はい、16小節分このようにしました。ミーさんの先ほどのハロウィンのサンプルというのはもうこれだけでした。ですから僕もこれだけにしてみます。そして今たまたま16小節分作ってもらいましたけれども、16小節分がちょっと長いなと思ったら8小節だけ書き出すというのもいいと思います。じゃあ8小節だけ書き出してみましょう。書き出す範囲をこのように選択しまして、ソングからミックスダウンをします。エキスポートはループの範囲だけします。そして形式は WAV ファイル。これで書き出しをしようと思います。はい、書き出しが終わりました。そうしましたら、スタジオ1の役目は終わりです。今度は Sno AI に行きます。はい。ログインをしましたら、クリエイトボタンを押しましょう。画面の上の方にアップロードオーディオというのがありますので、そこを押します。そして、このマイデバイスというところに、先ほどのファイルをドラッグ&ドロップします。出来上がったこれをドラッグ&ドロップします。はい。そして、アップロード1ファイル。というのが出てきますので、これを押しましょう。はい。このように画面が鳴りましたら、コンティニューというボタンを押してください。無事に成功しました。一番下にミックスダウンという、ここにアップロードファイルがあります。アップロードと書かれているので、わかると思います。ちょっとわかるように、いいねマークをつけておきましょう。そうしまして、これの続きを作ればいいわけです。エクステンドを押します。すると、こちらの方にミックスダウンのアップロードファイルというのがここに出てきます。この続きを作ればいいわけです。ちょっと歌詞を入れてみましょう。例えば僕もハロウィンの音楽を作ってみます。本来はここで僕の開発している歌詞ビルダーなんかを使ってもらったら、とても最適な歌詞ができるんですけれども、今日は Sno AI の歌詞機能で作りましょう。このように一部分だけ日本語で書くと日本語で歌詞を作ってくれます。下のボタンを押します。はい。このようにハロウィンの歌詞ができました。そうしまして、ここにスタイルオブミュージックを書いていきます。まあ、J-POP にします。そして、元気にという風にしまして、あとは女性ボーカルにしましょう。J-POP 元気にフェメールボーカルという風にします。まだ他にもっともっといろいろつけていってもいいと思います。そうしまして、ここでエクステンドのボタンを押しましょう。すると2つ作ってくれます。はい、もうできましたね。ちょっと聞いてみましょう。まず、上側から。夜に暗闇は歌刻く影と舞う波しまた。ギターの雰囲気がうまくできていますよね。かぼちゃの顔が輝く不気味な夜のトリック。お化けの声が響く。はい、ドラムの雰囲気も先ほどのモチーフによく似た曲になっています。じゃあ次行きます。はい、もう一回ぐらいやっておきましょう。夜
夜の暗闇は砕く風は笑う道端かぼちゃの顔が輝く。案外いいですね。僕これ案外好きですが、もう一個だけ聞いておきます。夜の暗闇は砕く風は笑う道端。これもいいですね。かぼちゃの顔が輝く不気味な夜のトリック、お化けの声が響く不思議な魔法。オブリガードがいいですね。キャンディーの山が待ってる、甘い悪夢が溢れる。ハロウィンの夜にはい、サビもいい感じです。こうやってできてですね、これがエンディングがうまく収まってるかどうか、ちょっと後ろも聞いてみましょうか。はい、エンディングもいい感じですね。これをこのように確かめたらですね、あとはこの一番下の音楽の右の3点メニュー、ここからですね、クリエイト、そしてゲットオールソング、これをしまして最初のイントロとつなぎましょう。はい、出来上がりましたので、これの先頭部分どのようにつながったか聞いてみましょう。このようにですね、自分がモチーフとして作ったアコースティックギターの軽快なリズム、それを活かしながらちゃんと音楽が出来上がりました。後半も確認してみましょう。はい、どうでしたでしょうか。今日は一つ僕の名言、これを発表します。僕たちは DTM とかを勉強しますが、それが目的ではありません。コード進行、これもちゃんと勉強する方がいいです。メロディーの作り方、それも上手になればいいです。でも DTM を始めたら、やはり早く音楽を作りたい、習うことが目的ではなくって、目的は音楽を作ることなんです。でも DAW 長くやってる人、思い浮かべてください。どれだけ勉強したり、操作方法からもうインストールで最初からつまずく人もたくさんおられます。でもそうではなくって、自分の技量が上がってきたらイントロのメロディーを入れてみるということもできるわけです。それは自分の能力が上がってきたのと並行的にやればいいだけです。でも昨日からやった B さんが、今までスノーで作るのはもう100曲に近いほど作ってきたのでですね、それはもう得意です。でも
DAW やってみたいな、スノでできた音楽に切ったり貼ったり、そしてフェードアウトしたりとか、そういうようなことが、まあ、できればいいなということで DAW を買ってみようかと思ったわけですけれども、切ったり貼ったりだけだったらもったいないじゃないですか。動画ソフトでもできるわけです。せっかく DAW を購入したわけですから、次の日から有効活用できる方がいい。ただし今日は UJAM シリーズを言いましたが、僕は UJAM のほとんどの製品を持っています。音楽は僕は仕事ですけれども、でも簡易に早く作るというのも僕のワークフローの一つです。プロの人ならばもっとすごい音源を買ったりとかいう方もたくさんいてるんですけれども、僕は UJAM の良さというのがあって、ずいぶん前から使ってきていました。もちろんそれに匹敵するもうちょっとアップグレードしたものといえば、トゥーントラックの Easy ドラマーとか、Easy Keys 2とか、Easy ベースとか、一つ上のランクにはあるかもわかりませんけれども、UJAM の便利さというのは他に変えることができないほど便利です。ですから、それは購入しないとですね、DAW を買いました。でも、どこからやったらいいの?というふうになってしまう。それは避けないといけません。今回は1200円のビートメーカーと、そしてキャンペーンになって3200円でしたか。そんなんで、グループバイというとってもお得なキャンペーンが今9月の30日までやっています。定価が 22,200 円のギターシリーズが、皆さんが2000人の人が買えば、今までの過去の例からすると全部2000人を超えましたので、あと4本いわゆる UJAM のギターシリーズが全部無料でもらえるんです。11万1000円になります。それが3200円で買えるというような今キャンペーン中です。ですから買った音源というのは1200円プラス3200円の4400円です。もちろん DAW はいりますけれども、たった1日で作れるようになります。少し PR にもなるんですけれども、 DTM で挫折をしてしまったというような方がおりましたら、ぜひ YouTube のコメント欄からでもコンタクトを取っていただいて、そんな何十時間も勉強する必要はありません。ほんの数時間勉強していただいたら、こんな風にできるようになりますので、またご相談もください。では、今日も長い時間聞いていただきありがとうございました。またねー。